南東雑話は、幕末の薩摩藩士、名古屋佐玄太が表した、天見大島の知事の総称である。薩摩藩の上級藩士だった、名古屋佐玄太は、海江三年、藩主、島津成沖の後継者問題をめぐるお家騒動を、おゆら騒動では、成明な溶派に加わり連座して、天見大島へ、遠投に処せられた。同年4月29日に上陸した。 彼は小粛村に今日定め、留人として身を包む生活を送る。将来を悲観して身を持ち崩す留人も多い中で彼は武芸の鍛錬に励み、島の指定に読み書きを教える中で地域に受け入れられ、島民との交流を深めていく。慣営5年には入る中のみながら、薩摩藩の島中井と所長方を命ぜられ、大官所が所蔵する記録文書の閲覧も可能になる。安政二年に、 薩摩に帰還するまでの5年間、島内の動植物や農耕儀礼、観婚葬祭から伝説に至るまで、天見大島の風土をつぶさに観察し、詳細な図入りの知死をしたためた。現在、彼が表した天見大島の知死を総称して、南東雑話と呼ぶ。幕末期の天見大島における第一級の民族史として評価されている。薬学の探訪で、天見に派遣されていた。 伊藤助左衛門による部分が大きく、あるいは伊藤の原本の写本から構成されていると推定される。名古屋左源太が作成した奄美大島の地史には、大島雪蘭、大島貧蘭、大島万筆、南東雑記、南東雑話の敬語札があり、現在ではこれらを総称して、南東雑話と呼ぶ。総称を、南東雑話と命名したのは、鹿児島高等農林学校教授。 小出光るである。以下に、各書物の内容を表にして記す。文章構成は項目ごとに整理されたものではない。例えば、島民の申告見聞録などは、島の伝統漁法や婚礼習俗の間に唐突に挿入され、読むものを戸惑わされるものがある。しかし、差し絵が豊富に挿入され、島の振興や生産技術など、交渉、実用的な項目から、風装や、 豚便所、泣き女など、外部の字幕を引く話題、あるいは出産時の事故、さらには男子の陰茎の長さなどプライベートな話題までが詳細に記されていることから、筆者の教養の豊かさ、観察眼の確かさと同時に、庶民の日常に介入できるまでの信用を得た人間性の豊かさを垣間見ることができる。特に出産に関する項目では、産出の色にで必ず火が焚かれる様が、 差し絵に加えられており、かつて東南アジアから台湾、琉球列島にまで広く分布した、散布の体を温め、汗を流させる風習の実例として注目される。原本は消失したが、現存する写本には、東京大学資料編参書が所蔵する、島津花本、同系統で、天見博物館所蔵の長井花本、別系統の鹿児島大学本などが存在する。名古屋左元太から、 島津家に献上された原本は、門外不出とされたが、明治に至り、寄港本として、各方面から注目され、数々の写本が作成された。その一方で、原本は早くに失われ、著者に関しても、不明とされてきた。ところが、大正十一年、海軍中将の東郷義太郎が、鹿児島第一中学において、幕末期に日本沿岸に来航した、異国船を論じ、 資料として、名古屋左元太の日記、見分雑字録の安政五年の孔に描かれた、天見大島古宿村沖に現れた、アメリカ船のスケッチを提示する。その折、同席していた、鹿児島第一中学教諭で、生物学者の長井亀彦は、その絵が、南東雑話の作風との告示に気がつき、南東雑話の著者は、名古屋左元太だと確信する。昭和9年、長井は、 研究成果をまとめた高崎法の詩子名古屋左玄太夫を自費出版している。ありがとうございます。